2月14日火曜日のお昼頃です。昨日マリンブルーさんへ行って、ホンソメワケベラのちっちゃいやつを2匹と塩2つを買ってきました。あとそうですね、6つ僕海水の水槽あるんですけど、ここの水槽と蝶々王水槽にホンソメワケベラがいてなかったので、ちっこい子を、選んで、買ってきました。あとサンゴのお話ね、おっちゃんとおばちゃんにしてきたんですけど、まあちゃんと話聞けばよかったなっていうぐらい後悔してるんですけど、全く流れはいらんっていう風に言われました。だからこれもね、絞ってるんですけど、これも本当は外した方がいいですね。もうこの角で渦巻いてるぐらいなんで、相当の勢いが一応あります。かといってポンプの流量を僕は最大にしてるんですけど、これ落とすとなんかポンプにも負荷かかるかなっていうのもあって、なるべく落としたくないっていうのもあって、本当はまああの絞りを外して水位を下げると水面から酸素を供給することができるのかなと思って、今日はまあ1センチぐらいは水位を落としてみようかと思っています。2時間ぐらい経過したんですけど、水流ポンプをやめてからはまあ一応は開いてくれてるんですけど、やっぱり水流ポンプつけてた時の影響があって、まあこっちのトランペットの影響はちょっと分かんないんですね。これも水流今強すぎるのでこんなになってるんですけど、まあ弱くしたら元通りに戻るかもしれませんし、こっちの流れ花サンゴに関しては、周りの方かな、この辺とかも壊死してて、この下の方とかも細く壊死してる部分が出てきています。でもっともっとねふさふさになるはずなんですけど、これでもまだ開いてる方で、まあでも水流強かった時の影響で壊死してる部分がたくさん出てきています。なので今日の朝こっちの水槽の水替え3分の1ぐらいを行って、まあ、ここにねやっぱり移動させようと思って、こっちにここのくぼみにトランペットで、ここに流れ花サンゴを置いて、まあ、こっち側はねもう言うても水流ほとんど弱い水槽なので、もうここに入れちゃおうかと思っています。あとはここもライト青いですしね、こっちの方が色は出るので、まあもうこっちはねちょっと当分サンゴを飼育できるかどうかを判断する上でもやっぱりちょっと工夫が必要かなと思いますし、やっぱ水替えの頻度をサンゴ水槽を上げたいなと考えたら、やっぱりここはねサンゴ水槽じゃない方がいいのかなっていう感じは思ってきています。なのでまあ今日まあ今からご飯食べた後、まあお客さんの予約が入らなかったらちょっと水位を下げたりとサンゴの移動したりとか絞りを取ってみたりとかを、しようかと思っています。2月15日水曜日の夕方頃に撮影しています。昨日ここに入れてた、サンゴたちを昨日のね夜に戻したんですけど、まあ、なんとかトランペットはギリギリ回復したんですけど、やっぱり流れ花サンゴがやっぱ全然開きません。もうね半日ライト当ててるんですけど、こんな感じでもう根元とかが壊死している状態です。ということはやっぱりここのねここの水槽の中に銅イオンがまだ蓄積残っていたのかなと思います。確かに去年1年前も同じようなことがあって、銅イオン治療終わったからって言って、なんかあの中和剤とか、入れたんですけど、
その後最後を戻した時に同じような状態になったことがあるので、それを思い出しました。ということは、まあ、活性炭とかをもしかしたら入れた方がいいのかもしれませんね。やっぱ残留の銅イオンがまだまだ残っているということは、こっちも残ってるんだと思います。なので1回でも銅イオン治療してしまうと結果ダメなんだなという、サンゴを飼うのはダメなんだなっていうのが今回学んだところです。あとは混合フグが非常に調子が悪いというか、今日今見たらこんなとこにいてるので、もしかしたら最近食も落ちてきてたので落ちてしまうと思うというか、落ちてしまいそうですね。目の白濁もやっぱ治らなかったような気がします。まあどうなんだろうね。とはいけるかな。ホワイトチップがね、ずっとなんか擦ってるんですよね。この前淡水浴したのに未だに擦ってる。なんだろうね。あと昨日ね、富士寺のディスカウントアクアでホワイトシュリンプ買ってきて与えてみたんですけど、最初入れた瞬間は、一口は食べますね、毎回。ただに二口目三口目をなかなかいかず、まあ餌を入れるときはここにね寄ってきてくれるんですよね。こういうふうに寄ってきてくれるんですけど、やっぱりまだ食べておりません、バクバクと。でセグロもそんなには食べてないかな。この子もブラインシュリンプ落としたときに一口二口食べたらもう終わりみたいな感じで、あとの子はまあまあ比較的何でもよく食べています。なのでこちらはまあ餌付けっていうかね、セグロとゴールデンバタフライに少々難しさを感じているところです。厚みがだんだん痩せてきたかな。やっぱりもうね1ヶ月になるんですよ、ゴールデンバタフライですが、まあなんとか生き延びた。すごいですね、1ヶ月生き延びたっていう感じです。またね明日あたり撮影できたらと、思います。今緊急で撮影してるんですけど、やっぱ左目が白いな。真っ白になってきましたね。あかんな、完全に白いですね、左目が。水玉ハゼの時と同じような感じです。